では、引き続いて、平成24年度、東京学芸大附属世田谷中学の、解説をしていきます。はい、では今回は四角4番の括弧4番の、説明をしていきます。で、四角4の括弧4番、問題文を読んでいくと、資料2の人物 A の説明文中にある下線の内容として適切なものを A から A から、1つ選び記号で答えなさいという問題になります。じゃあこの人物 A の部分で、しかも説明の文中にある下線の内容って形で、この文中は、外務大臣として、日露戦争の講和条約をまとめたり、外国からの輸入品に自由に関税をかける権利をの回復を成し遂げたりしたっていうことで、この人がどんな人か、まず日露この人、日露戦争の講和条約と、まずこの関税の自主権を回復したっていうところで超重要人物です。でこれ、しっかり暗記しておきましょう。覚えなければいけないところですよと。この人の名前が小村寿太郎。となります。小村寿太郎。で、これしっかり漢字で書けるようにしましょう。漢字で。あります。じゃあ小村寿太郎が、結局のところこの日露戦争の講和条約、つまり日露戦争の講和条約は、ポーツマス条約で、このポーツマス条約って、条約の名前ポーツマスっていうのはアメリカの、ポーツマス、セオワード・ルーズベルトっていう当時のアメリカの大統領の仲立ちで、アメリカのポーツマスという町で、行われた条約になるのでポーツマス条約とつきます。で結構条約の名前って、その、条約が結ばれた場所で、から名前が取られることが多いです。例えば、日清戦争の下関条約、下関で行われたから下関条約というんだね。あと第一次世界大戦だったらベルサイユ条約っていうのを、パリのベルサイユ宮殿で行われたからベルサイユ条約っていうんだね。こういった形で条約の名前ってのは町の名前から取られることが多いよっていうところも一つ注目しておきましょう。関連事項としてね。じゃあこれそれぞれ見ていくと、あが、問題読んでいくと、日本が韓国を保護する権利を得た、実はこれが正解となります。でじゃああと、ここで大事なことは1点あって、ポーツマス条約の内容ですよと。ここで結局のところ、もともと日露戦争が何で起きたかっていうところが一つ大事なポイントになります。これは結局のところ韓国をめぐって、ロシアと日本が、戦いを起こしたということです。なのでこれ、あが答えとなります。じゃあイは何に関することか。あはポーツマス条約だけれども、結局のところポーツマス条約書いて、じゃあイは、それぞれどういったものの内容を示しているか。これ21箇条の要求です。日本が中国に対して第一次世界大戦、中に、21箇条の要求というのを出しました。その中の一つの内容が三等賞、日本が三等賞の権利、ドイツが持っていた三等賞の権利を譲り受けるという内容でした。じゃあ「う」に関しては、日本が韓国を併合した。確かにこの後、日露戦争後日本は韓国を、併合します。だけれどもこれは韓国併合、これは日本が独自にやっていくことなんだね。中国から、日清戦争で韓国の、優先権を得て、ロシアから得てという形で、着々と韓国を併合していく。ただしじゃあこれいつかと、1910年に韓国を併合します。なので、これ日露戦争、とは関係ありません。
じゃあ最後に絵。これは、日本が台湾を植民地にしたっていうことだけれども、これ内容としては下関条約の時に、日本は正式に、韓国、台湾を植民地としています。下関条約の内容ですということです。こういった形で、それぞれの関連事項も一緒に覚えていきましょう。過去問を通して、なるべく、過去問っていうのは、時間もあるので時間がかかってしまいます。なので、過去問を通してなるべく知識を入れていくっていうところも一つ、この最後の受験の時期に大事になってくるので、これを一気に、問題解きながら、ただ解くんじゃなくって、しっかり振り返りをして、こういった形で聞かれるんだなっていうところを、頭に入れて過去問を解いていきましょう。では解説の方を終わりにします。受験生の皆さん、学芸大目指して頑張っていきましょう。